フォトジェフェルソン・セルケーラ・テレスは、ブラジルのサッカー選手、クスカ・ソフィア所属。ポジションはディフェンダー。バイア州、ラウロジ・フレータスに生まれ、2002年すなわち8歳の、時に EC ・ビトーリアの下部組織に入団。2011年に SC ・インテルナシオナルの下部組織に、移籍、3年を過ごした。2014年にトップチームに昇格したものの、初出場は、 翌く2015年にずれ込んだ。ディエゴ・アギーレが新たに監督に就任すると、ファブリシオの控えとして序列が上がり、2015年2月14日のカンピオナートがうっしょ、セール・カシアス・スドスル戦で、スターティングメンバーになお連らね初出場、アウェーながら2から1の勝利を収めた。その後、ファブリシオが来るゼロ EC へ、レンタル移籍となると、レギュラーの座を獲得。 2015年5月23日には、カンピオナートブラジレイロセリエ A で初出場。この試合は、CR バスコダガマとのアウェーゲームで1から1の引き分けに終わった。2017年 EC、ビトーリアにローン移籍。2018年1月、ブルガリアの PFC クスカソフィアに移籍した。U-17 代表としての出場経験がある。 2015年5月29日にはマルセロが負傷したため、コパアメリカ2015に挑むブラジル代表に招集された。しかしながら、フェリペルイスが全試合フル出場したため、代表初出場とはならなかった。インテルナシオナルビトーリアクスカソフィア、ありがとうございます。